を失い、美濃で捕らえられた右兵衛の助頼朝様は、京の六原の一角に押し込められておりました。ごめん。お召しです。右兵衛の助殿か。はい。そなた年は？十四に相なります。日々手ずさみをしているそうじゃな。木立と檜の板を所望したと聞いた。あれは仏事でございます。陶場を作っております。それは御身の行く末を覚悟してのことか。それもございますが、去年は母を、戦では兄や父、義朝までも撃たれました。私がこのようなありさまでは弔いもできませぬ。せめて陶場の一つなりと刻み、亡き方々の御霊を弔いたく。助殿は、お命助かりたしとおぼしめすや、いかに。方言平治の戦で、我が一門兄弟は失せ果てました。その上私まで死ねば、一族の菩提を弔う者は誰もおりませぬ。それを思えば、ただ一人にても生き残りたく存じます。さもあろう。助殿。はい。源氏には源義家以来代々家督に受け継がれる髭切りの太刀がござったな。合戦の前、父義朝より賜りましたが。その太刀は今いずこか。美濃に。美濃。それがしの三河の目代が助殿を捕らえましたのが美濃の青墓にございます。そこの長者、大いに預けてございます。髭切りの太刀を急ぎ届けさせよう。早速に。我が太刀をいかがなさいます。こたびは様の神義朝殿をはじめ源氏一門を討ち果たした。しかし代々伝わる太刀をこの手に収めぬ限り、まことの勝利とは言えん。代々伝わる源氏の意図をわしが断ち切らねばな。私はいつ首をはねられるのでしょうか。いずれ沙汰いたす。どうぞ、冷めぬうちに。流れ着いた船を見たときは死人かと思うた。昨日のことはおぼろで。お助けくださりありがとうございました。もしや源氏にゆかりのお方かな。いや、何も詮議ではないでな。もしそうなら、先ほど耳にした都の噂を知らせようかと。何か。源氏の大将源義朝殿が討たれたそうじゃ。その首が六原に届いたとも言う。
お座りなさい。二人に申す。お父上が亡くなられた。この上は我ら父上のもとへ参ろうと思う。はい。母上。叔父上、頼朝の命を助けようなど何故池の善理様はそのようなことを仰せになったのですか。いや、それが先日母上にお会いした折、源氏の家督の者を見たという話になり、けなぎにも塔婆を作っているとか都市格好のことなど、そうしたら母上がそのような頼朝を哀れとおぼしめされてな。いや、それがし母上のそのような思いがわからぬではないのだ。先年それがしの兄を亡くされて気落ちしておられたゆえな。でつい頼朝の面差しが亡き兄上に似ていたなどと。家守様にですか。